今までほらアジアの大会でソン・フンミンってあんまり良くなかったじゃん。今回に関してはその周りのメンバーも結構それなりにこうレベルが上がって、トップレベルでやる選手が増えて、韓国も少し戦い方が変わってね、その個の向上で、でソン・フンミンももっとこう危険になる可能性が今までよりもあるっていうことなんですかね。サウジアラビア戦とベトナム戦見たんですけど、パスピードとかもすごい速くてめちゃくちゃつなげてたんですよ。僕の印象はすごい強い印象を受けましたね。例えばソン・フンミンともう一人9番のデンマークやってる人がいると思うんですけど、それが縦関係とかで待った時に、ソン・フンミンのめちゃくちゃカウンター得意でしょうから、マンツーマンで一人余ってなかったら怖いですよね。チェ・ギュソン。チー・ギュソンっていうの、それがターゲットになって反らしてソン・フンミンとかに渡ったらめちゃくちゃ怖いですよね。決勝戦日本韓国になったら本当面白いですよね。